平成23年11月12日、阿蘇市内の巻の阿蘇市立阿蘇体育館で第6回阿蘇市子ども芸術祭が開催されました。この芸術祭は各地域のこれまで蓄積された文化活動をさらに広めるため、学校、家庭、地域社会が一体となって連携・協力し、文化の一層の拡大を目的としています。地元幼稚園・保育園の園児や小学生がそれぞれの歌や演奏を元気いっぱいに披露しました。虎舞、牛舞、神楽など阿蘇に古くから伝わる貴重な民族芸能に取り組んでいる学校もあり、たくさんの観客がその熱心な舞に拍手を送りました。